そこだよ。みんな、そしてこのオープニングの裏話を聞いてほしい。マリオが落ちるタイミングをちゃんと良くするために約10回ぐらい飛び出ましたね。あれを10回ぐらいしてたらマジで精神的にどうかなっちゃいそう。みんな1回ぐらい試してみて。ベビューベビューバそれを10回ぐらいした。そしたらこのオープニングのきつさがわかると思う。まあそんなことは置いちゃって、今日もドロールコースト一発マリオやっていきますか。で、今日のドロールコースト1の1バッドエブリシングイズアリーということで、1の1しかしそれは嘘っていうことでしょうか。まあサムネを見る感じ1の2なんだけど、このワゴンさんのコースマジですごくて、有名な騙しコース職人さんが集まったチームがワゴンっていうらしくて、そのいろんな方がこのアカウントで投稿してるみたいなんですよ。いや、僕にとっては最高のチームだね。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 1.42%で、このワゴンっていうチームはツイッターもしてるっぽくってさ、僕そのツイッター覗いたんだよね。そしたらいろんな動画上げてて、マジでカバのレベルがちょっとやばいことになっててさ、これなんか来るんじゃないのか、いきなり上にさ、そっちかーい、開幕バレー。面白いじゃん、最初からバレー来るなんてさ。あそこにバーがあんだね。まあまあまあ、僕はそんくらいのお見通しでないぞ。じゃあ一旦飛び越えていこうか。あのハテナブロックはなんだ。いや違うんだって。ちゃんとこのツタに捕まろう。そしてハテナブロックを叩いて、右か左か。左だったら逃げれるかな。あのバネの方届くかな。届け。君の運命の人は僕じゃない。普通にドア入れんのかな。あ、入れるんだね。でも右のハテナブロックも気になるよね。このハテナブロック叩こうか。一旦どうなるかね、見ておきたいと思うんですよ、皆さんも。ヘイヘイじゃねんだよ。じゃあ素直にドアの方に入りたいと思います。何もしてくるな。ドアから出てきた瞬間何もしてこないようだ。じゃあパンを叩いて、このブラッパの方に行くのが正解っぽくない。だからパン叩いた瞬間この右、あっ、キノコ様。これさ、最速が17秒だったんだけど、絶対17秒で終わりそうなクオリティじゃなくない。どうやって行ったんだろうね。あのハテナブロックはなんだ。一旦叩いてみるか。コインか、コインゴン。壊すなって。せっかくコインコイン久しぶりにしようと思ったんだけどさ、マリー、ブロックが壊せるんならさ、その雲ぐらい壊してよ。壊せ。うるさい、もっと静かにやれないんですかね、ピオキングさんは。いや、いつも絶叫詐欺してるけど、あと3回やられるまでちょっと静かにさせて。じゃあここは一旦すぐ右に行く。そしてこのパンを抜いてすぐ投げよっか。パンを抜いた瞬間すぐ投げる。あもう心配されてんだよ、いつも絶叫しまくってくる。喉大丈夫ですかみたいなさ、そんな心配してくれる優しいリスナーさんもいるから、マジでちょっと絶叫抑えたい気持ち満々なんだけど、ここはヒップドロップしていいのか。とりあえず一旦何もしない、それが正解だ。いや僕ね、マジでどんだけ絶叫しても喉が枯れるっていうことはないから、マジで心配ご無用だよ。でも心配してくれてる方はマジでありがとう。じゃあここちゃんと上に行けるのか。行けたね。左を失敗したらなんか土管に連れて行かれたよ。今僕ちゃんと上にいたよ。俺になってさ、なんか来る。やめろー。え、ちょっと待ってね、ちゃんと僕こうやって潰れてさ、上のバネの方いたよ。俺なんか土管に連れてかれたんだよな。でこっから左でしょ。マジでわけわかんない。これさ、カロンの骨になって抜けれないかな。こっから抜けていく。オッケーオッケー。え、これガバ発見したんじゃないの。え、この有名な制作者さんたちのガバを見つけてしまった僕。勝ったよ、みんなガバ名人だね。だからなんなんだ。左の土管があるじゃん、あそこにワープするバグとかじゃないよな。じゃあ一旦ここでヒップドロップして何もしないでみようか。僕は一旦何もしない、コントローラー置いてますね今。そしたらくっそ、あいつカロンだろうか。え、じゃあ僕は今どこにいるの。え、ジャンボーンは聞こえるんだけど。あ、下にいたのね。ナイスハッタリ。いや、この騙し方はめちゃめちゃうまいね。そして次ゴールがあるじゃねえか。いや、これはすぐ右に行こうか。オープン。そしてナイス中間ポイント。なんで、いや今なんかワープしたよ。ガバ見つけてしまいました。キャー。
今ギャーって言ったんだからこっち来い。もう一回ガマが来たらさ、もう何でもありになっちゃうじゃん。どうすりゃいいのよ。じゃあここは一旦何もしないでいいのか。本当に僕は一旦何もしないよ。オッケー。そしてあの中間ポイント取れるのか。頼む、取らし、いやっ。カッカッカッ、いやっ。ちょっと行きたいと思いますよ、ここ上。まあでも中間ポイントからだし、僕は心の余裕ってものがすごくあるで、ここ普通にジャンプしてよかったのかい。なるほどね、隠しブロックがあるってことか。ロルっていうのはですね、笑ってるっていうことなんですよ。だから僕も笑い返してやったね。さあキモすぎやろ今日の実況。まあいつもキモいんだけどね。じゃあ砲台避けておこうか。ではハテナブロックを叩くんだけど、テレサ来るなよ。あの満月になるな、満月とか意味わかんない。円柱になるな、円柱も意味わかんない。なんだそれ、お前の言ってることが何なんだ。ごめんみんな、今日僕あんまり喋れないかもしんない。このテレサ円になるなよって言いたかっただけなんだよね。でさっきのサーブはやられたのが見えたから、そのまま右に行っていい。下のハテナブロックはすげえ気になるな。ついてくるな、ついてくるな。そしてこのドッスン、こっちに来んのか。僕は一旦何もしない、それが正解だ。一応やじゃ、来るなら来るが一切一緒やじゃ。僕と鬼ごっこをしようじゃないか。さあここで右出し。ちゃんとしろピオキング、ここは右ラッシュでいい。そしてツタに伝まらない。ツタに伝わらないってなんだ。これさ、すごい怪しくない？こういうとこのブロックすごい叩く。危ないですね、魚ちゃん。僕は魚ちゃんには引っかかりませんよ。そしてここは左に行く。ふざけるな。そういや僕の動画を友達に勧めてくれたっていう方がいたんだけど、その友達の反応がさ、うわこの人マジやばいねガチでちょっと引いたの反応だったらしいんだね。分かってるかみんな、そんなやつの動画見てんだからな。今上等じゃねえか。僕はこれからどんどん頭が、ああやばいよ、何を触れてる。でもそんな僕の動画をいつも見てくれてありがとう。急に真面目。なんじゃこりゃ。だいたいおかしくなってんのは僕自身のせいじゃないから、みんなのせい。そう、みんなのせいなんだから、みんながそれを求めてるのがいけないんだから。じゃあここはパーパーパーからとすぐ右に行く。この記録を取っていけっていうことなんじゃないか。まあそんくらい全然僕には楽勝だね。舐めすぎだよ、センサッチャさん。させー。この先さ、中間ポイントなかった。あの中間ポイントマジでものにしたいね。ここは一旦右を進化する。そしてバネをかわす。あの中間ポイント取らず、ちょっちょっちょちょもらんだちょ、待って何また新しい名言を生んでしまったね。チョモランマっていう謎の言葉でさ、僕めちゃめちゃ上手くなってるんだよ、あそこまで行くまで。だからこっからさっきのところまでノーカットでお届けしたいと思いません。さっきのチョモランマでちょっと余韻が残ってる。じゃあここはすぐ上に、じゃあさあみんな落ち着いてきたね。ここは右ダッシュして、どこでジャンプすればいい？この辺か。オッケー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 。いや飛んでしまえばこっちのもんだぜ。ここまでなかなか苦労したね。でも最近僕のさ、トロールコースめちゃめちゃ鬼畜コース多いじゃん。それに比べたらまあまあまあって感じだね。全然余裕だよ。あ、ここも素直入らせてくれるんだね。ただ17秒でさ、クリアしたっていうのがマジで意味わかんないんだけど、ここなんだ。タイミングか。タイミングよく左に行けばいいのかな。爆発するタイミングを見て、このタイミングだ。オッケーオッケーオッケー。そしてバネが出てきてるけど、このバネは何か意味があるのかい。さあ、あのバネは意味なさそうなんで、この床に入っていきましょう。何もしない。これは床じゃない、そうでしょ。だからジャンプだ。このとんがり効果。さすが熟練されたトロールコース職人さんたちのコースだね。めちゃめちゃ面白いよ、マジでおすすめだね。難易度も最高にちょうどいい。じゃあここは上全部隠しブロックあるんでしょ、どうせやっぱりね。じゃあここの辺は隠しブロックがない感じか。どっか行け、このクリボーが鍵とか出せよ。せめて何か出せよ。じゃあ何もしない、ゆっくり行ってみようか。この辺隠しブロックは何も、あ、ボム兵がいるよ。このボム兵壊してくれるみたいだ。いや爆発しろよ。なんで爆発しないの。え、
じゃあどうすればいいのここ。あ、なんかあった。あ、もう一回戻れって感じか。もう一回戻って、あ、この辺がなんか開くみたいな。いや絶対そうだと思った。そしてもう一回左に行くのか右に行くのか。おーと左はいって書いてるけど、なるほどね。この中に入ったらずっと左をしっぱしろっていうことなんじゃない。いや絶対そうでしょ。もう無理なんじゃないこれ。タムさん、この隠すブロックを出す前に左を失敗しなきゃいけないみたいな、多分そうだと思うんだよな。だからもうここは無理っていうことなんじゃないかな。無機物ビリビリビリベレベレベレボロボロボロイギスーパーミラクルローリングサンダームーンウォークドカム入り。こっから左をシェイパーすれば氷ブロックを溶かしてくれると思います。もう失敗したから投げやり。でもここで左をシェイパーして壊してもやられる。あ、っていうか全然壊してくれる気配がないの。あれ、え、違ってた。ヒントもしかして間違えてたかな。ちょっともう一回だけ見ていい。左をシェイパーって書いてたと思うんだけど、おーっと左 Y。 あ、やっぱそうだよな。あ、この筒でいけるやん。この上なんかまだツタが続いてるね。フローム CP2。 なるほどね、 CP2 から左を進発する。あっ魚。じゃあこっから左を進発すればゴールに続くっていうことなんじゃないかな。多分そうだと思うよ。さあゴールがあってよ。 JK JK 上空みたいな感じ。そして B プラス Y、 右ん右 B プラス Y でしょ。そしてフロームスタート。あー、なるほどね。ってことはスタートから B プラス Y しながら右を進化する。そしたらゴールまで続くんじゃない。なら最初から書いとけ。じゃあスタートからやり直してきたね。そしてさっきの指示通り動いてみよう。おほほほほ、やっぱり。なるほどね、これで進めるようになるってマジですごいよな。どうやって作ってんだろう。ホールドプラス上、なんか嫌な予感しかしないぞ。こっちも違うっていうパターンなんじゃないのか。そして B プラス Y、 右プラス上。なんだってなんだって。上をシッパー、そして B プラス Y プラス右プラス上。注文が多い。はい、それじゃあ次は右プラス Y プラス B プラス Y ね。全然違う。右プラス上プラス B プラス Y ね。僕自身はね A と X 使ってるからさ、わけわかんなくなるんだよね。そしてこっちも違うんじゃないのか。 JK ホールド左、とりあえず左をシッパーしてみるよ。ここでゴールか。お願い、もうそろそろゴールあっていいよ。いや、なんか違うよ。かしかしないぞ。 JK ホールド、右プラス、ここで右プラスして、なんか電源ボタン書いてない。え、閉じればいいの。このスイッチ閉じればゴールできる。やったうわ、全然わかんなかった。あそこにゴールがあるとか、めっちゃうまい隠し方だねあれ。いや、さすが熟練された職人さんたちが作ったコースなだけあって、めちゃめちゃ楽しかったね。で、このワゴンさんのコースめちゃめちゃ削除されまくってるから、任天堂から見つけたらダウンロード推奨ですね。どうもありがとうございました。はい、それじゃあ次のコースは一発マリオザ・アンチ・アンチ・ソフトロックということで、またワゴンさんのコースなんだけど、このコース人画面っぽいんだよね。だからおそらく人画面トロールっていうことだと思うんですよ。いや、すごい面白そうだね今回の一発マリオは。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 0.00%。 クリア率が 0.00% で、さらに一発マリオのトロールコースでしょ。マジで難易度未知数だね。どんな感じのコースなんだろう。ちょっと待ってくれ、開始早々こんな感じ。ドリブルピー、面白い、上等じゃんか。じゃあ一旦この P スイッチ避けておこうか。そしてこのまんま右にダッシュすればゴールできると思うんだけど、そんな簡単にさせてくれないと思うんだよなこの方。とりあえず右にダッシュしてゴール。いや、まあまあまあ全然いいよ。え、これさ、じゃあ左からジャンプすればゴールできるんじゃない。ちょっと開幕そこ、ここでジャンプ。出せ出せ、こっから出せ。じゃあよ、右に行くなっていうことは分かった。とりあえずこの P スイッチ全部踏んでおく。そして一旦右まで行って左に逃げる。そんでこっからなんだけど、一旦ジャンプして左、そしてあのツタが出てくるでしょ。多分このツタに捕まればいいと思うんだけど、何もないよな。あのツタの上行って本当にいいのか、普通にゴールさせてくれんのか。あーっ
頼むって。いや、ほんと上手くない？あんな見えないところにブランコ隠すとか。まあまあ、でも次ブランコから降りたら絶対ゴールでしょ。楽しませてくれるね、たった一画面なのに。じゃあここで一旦砲台を落としておく。そして右のでかい砲台も落としておこうか。で、ツタに捕まるじゃん。そしてブランコにも捕まった瞬間すぐ降りるね。ここですぐ下ばしょ、やったいや、こういう一発マリオもたまにはいいもんだね。たった一画面なのにバグと騙しを見れるっていうすごいお手軽コースだったね。どうもありがとうございます。ちょっと待った、まだ何があるか気にならない。一画面だったらいろんな探索をしてみようって思うんだけど、一旦さ、このツタに登って左に行ったらどうなるかみたいな、それをちょっと見てみたかったんだよね。じゃあここのツタに登って左にジャンプしてみる。今度は何もないのかな。左なんかありそうな気がするんだけど、このまま上に行って左なるほどね。なんかレールかなんかあるのかな。右にね、強制的に連れて行かれたけど、多分もう罠はないでしょう。あと気になっちゃったのは一つ、ここでジャンプ連打したらどうなるんだろうみたいな。ジャンプ連打してみるね。めちゃめちゃ上に行ってみる。やった。この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。